前川貴平とは、日本の元文部科学官僚。元、文部科学省大臣官房総括審議官、大臣官房長、初等中等教育局長、文部科学審議官、文部科学事務次官。2017年1月20日、天下り圧戦の違法行為による定職相当の懲戒処分を受けて、文部科学省を依願退職。その後、 同年5月22日の読売新聞で事務次官時代における出会いケーバーが酔いが報道された。2016年10月17日、中央合同庁舎第7号館にて奈良県御世市生まれ、小学校4年時の1963年、東京へ転居、1967年、麻布中学校、高等学校へ入学、宇宙物理学者を死亡し、 理科三類受験クラスに在籍したが、数ースリーで挫折し、運転。1973年、東京大学文科一類入学。第二外国語でロシア語選択。原始仏教、インド哲学に興味を持ち仏教青年会に所属。法学部進学、足部信義に憲法を学ぶ。二年の留年後、1979年に、東大法学部を卒業。 国家公務員試験を4番目の成績で合格し、文部省入省。ケンブリッジ大学大学院留学。1986年9月、宮城県に出向指導権教育委員会、行政課長。1989年2月、在フランス大使館一等書記館。1992年3月、文部省官房政策課政策調査館。1九十三年四月、 同省官房政策課政策企画官1994年6月、文部大臣秘書官事務取扱いとして、文部省と日本教職員組合との歴史的和解に関与。1995年10月、同省教育助成局財務課、教育財務企画室長。1997年7月、文化庁へ出向、文化部集務課長。1998年7月、 高等局主任私学官兼中央省庁等改革推進本部事務局参事官2000年6月文部省教育助成局教職員課長2001年1月中央省庁再編に伴い文部科学省に代わり同省初等中等教育局教職員課長2001年7月同省初等中等教育局財務課長2004年7月 同省初等中等教育局、初等中等教育企画課長。2007年7月、大臣官房審議官。2010年7月、大臣官房総括審議官。2012年1月、大臣官房長。2013年7月、初等中等教育局長。2014年7月、文部科学審議官。2016年6月、文部科学事務次官。 2017年1月20日に文部科学省における再就職等規制違反を受け文部科学事務次官退任2018年4月から日本大学分離学部教育学科講師義務教育費国庫負担制度について初等中等教育企画課長在職中に解説したブログの中で小泉政権の三位一体改革で 公立小中学校の教職員給与の国の負担が2分の1から3分の1に引き下げられたことをめぐって義務教育費削減は道理が通らない首と引き換えに義務教育が守れるなら本望と与党を批判数学は義務教育の範囲で十分である高校数学は高度すぎるため必修科目から外すべきであると主張した2012年11月1日大学設置 学校法人審議会の答申を受け、文部科学大臣の田中真紀子が、秋田公立美術大学ほかに大学を、新設不可とする方針を公表したが、就任間もない大臣が、大学認可という重要事項を一存で決められるものではなく、事務方の意向に沿ったとした田中について、大臣官房長だった前川は、今は認可しないということと、不認可とは異なるとして、官僚側と田中には、 意思疎通の祖語があったと批判。三大学関係者は民主党の文部科学副大臣に認可見送り撤回を要望。認可決済が下り、9日に文科省は認可証を発行した。文部科学大臣官房審議官在任中、朝鮮学校無償化に対して民主党政権の意向を受け、旗振り役となったと報じられた。政権交代後、下村博文文部科学省が 朝鮮学校無償化を適用対象外とする方針を表明すると、前川はこの方針を覆すための行動を取らなかった。在日本朝鮮人総連合会期監視である朝鮮新報は、前川の適用可否がはっきりしない状況が続いて、生徒たちを不安な気持ちにさせ、申し訳ないと思っている。理解が日本人にも広がっているのは、良いこととの発言を掲載。 2017年7月、朝鮮学校無償化の適用可否について、大阪地裁と広島地裁で、相次いで異なった判決が出たことについて、今更どの面下げてという話だが、せめて司法で救済してほしいなどと述べている。初等中等局長の時、下村博文文部科学大臣の指示のもと、文部科学省の道徳教材に、江戸仕草を掲載した。萩浦さんに、 大臣の資格はない。一人一人の子を大切にするというより、国のために役に立つ人間を作るという考えで、実に権威主義的です。教育直後を本気で復活させかねない人物であり、非常に危険だと思います。身の丈発言は、憲法と教育基本法に、真っ向から反する。経済格差に甘んじろと言わんばかりの発言で、教育の機械均等という、 最も大事な理念すら理解していませんと述べている。2017年5月22日、読売新聞は、前川が文部科学省在職中に、売春や援助交際の交渉の場になっている、東京都新宿区歌舞伎町の出会い系バーに頻繁に出入りし、店内で気に入った女性と同席し値段交渉した、上で店外に連れ出していたと報じた。同報道では、 店に出入りしている女性の女の子と値段交渉していた、私も誘われたといった証言も紹介された。同じく5月22日、産経新聞は前川は文部科学審議官であった2015年頃から、歌舞伎町の出会い系バーに頻繁に出入りするようになったと報じた。報道に対し前川は25日に行った記者会見で出会い系バーへ行ったことを認めた上で、 ドキュメント番組で女性の貧困について扱った番組を見て実際に話を聞いてみたいと思った。話を聞く際に食事をし、小遣いをあげたりしていた。そこで出会った女性を通して女性の貧困と子供の貧困が通じていることが分かった。実地の調査の中で学べることが多く、ああいうところに出入りしたのは意義があったと述べた。また、読売新聞の報道に関しては、 私の個人的な行動を読売新聞がどうしてあの時点で報じたのかと疑問を提した。菅官房長官は26日の定例会見で女性の貧困問題の調査のためにいわゆる出会い系バーに出入りし、かつ女性に小遣いを渡しているという主張に強い違和感を覚えたとし、当時の上長にあたる官房副長官の杉田和弘に確認したところ、前川が 事務次官時代に出会い系バーに出入りをしていたことを知って厳しく注意したという報告を受けたと述べた。前川は7月10日の衆院閉会中審査で歌舞伎町の出会い系バーが良いの理由を女性の貧困について実地の視察調査と説明していたことについて調査という言葉は適切でなかったかもしれないと述べている。出会い系バーで前川と会ったとする女性の証言。 出会い系バー問題の批評2017年2月7日の衆議院予算委員会では他の関わった OB や現役の文部科学省の官僚とともに招致されて前川は文科省と日本政府への信頼を損ねた。万死に値するとして謝罪した。2017年1月上旬、文科省から官邸側へ前川の定年延長の打診がされたが、 官房副長官の杉田和弘が、前川氏は責任を取って辞めるべきで、定年延長は難しいと回答し、前川から、1月20日に辞任が認められ、その際に、文部科学省全職員へ、自身を反面教師とし順法意識の徹底に、努めるべきとするメールを送信していることが、朝日新聞で報じられている。前川は、隕石辞任は、 自分の考えで申し出たと主張する一方、官房長官の菅義偉は、私の認識とは全く異なる。当初は、責任者として自ら辞める意向を全く示さず、地位に連々としがみついていた。その後、天下り問題に対する世論の厳しい批判にさらされ、最終的に辞任したと述べている。退職金は2月17日付で支払われ、前川と同じ金属条件37年で、 事務時間で自己都合退職の場合の支給額は約5610万円であると報じられる。一連の問題をめぐり、前川は2017年1月に2ヶ月間、減給10分の1の懲戒処分を受けた。さらに、同年3月、天下り圧泉の違法行為による定職相当の懲戒処分が発表された。前川は後に2017年6月23日の 日本記者クラブの記者会見で、最終職等監視委員会の指摘を受けて、改めて違法行為というものが明るみになって、その時点で私は違法行為についての認識をするに至ったということですから、知っていたのに是正しなかったということは当たらないと思っておりますと発言している。また、文部科学省事務次官の退職以降を申し出た日付について、 前川は2017年1月5日であると述べているが、文部科学大臣の松野博和は、同日について、京都視察で10人近くが常に一緒にいた。込み入った話を受けられる状況ではなかったと述べ、前川の主張を否定している。5日当日の松野のスケジュールは、朝から夕方まで、文化庁の京都市内の移転対象4カ所の視察に行き、 前川ら文科省の幹部職員10名程度が帯同したまま昼食を取り、夕方には次の場所に移動したと述べている。待つのは前川から寺院を移行を聞いたのは1月中旬頃であったと述べている。事故公表された情報源公式サイトプレスリリース。ありがとうございます。